ちょっといいか。明日の予定について確認したいんだが。ああ、そうだ。市長の再選を祝うパーティーがある。町中の名士が集まる会だからな。よければお前には、俺のパートナーとして出席してもらいたい。そこで、その、明日の準備なんだが、お前のために仕立てさせたドレスだ。気に入ってくれたか。よかった。半分仕事とはいえ、せっかく二人で出かける機会だからな。少しでも楽しんでもらえたらと思って。パーティーは苦手だが、お前と一緒だと思うと、俺も少し心が軽くなる。今まではあまり興味がなかったが、女性を着飾らせる楽しみを少し理解できた気がするんだ。明日は楽しみにしている。ピオフィオーレの晩鐘、エピソディオ1926、発売まであと1日。お前に出会えてよかった。これからもずっと、そばにいてくれ。